有名なゴリラ。出発。なんか音楽なくて寂しい。今日はデートです。2秒でぶっ倒れる。あ、この辺だったらいいか。安全運転ですよ今日は。お願いします。前みたいな。ああ懐かしい。あれ何年前だろう。あれはこの車じゃ、あ、この車だった。はい、買ったばっかりでしたね。買ったばっかり。だって車のとこに行きましたもんね。うん。なんで1ヶ月点検だ。ああ、確か1ヶ月点検で三宮のこのお店にね行ったんですよね。行ったんですよ。磯丸水産行ったね。来ましたね。夕方から磯丸水産行って行った。で太鼓の達人やった。やりましたっけ。やったよ。ゲームセンター来ましたね。うん、太鼓の達人やったわ。UFO キャッチャーもやったし。え、UFO キャッチャーやったっけ。ゆきさんやってましたよ。私がやった。はい、そう、取れてなかったけど。え、2年前かな。いや、1年前だよ。去年。うん、一昨年。まだ1年しか乗ってないもん、これ。どうですか、お気に入り。あ、でもなんかいろいろやっぱ元が高かったから、いろいろオプションとかもケチろうと思って、うん、ケチったのが、うん、ケチらんかったらよかったって今になって思う。なるほど。じゃあ今から買う皆さんは、ぜひオプションもケチらずに、絶対ケチらない方がいい。どうせ長く乗るんだからね。そうですね。最初は我慢だったから。高い買い物だけど、うん、ガラスもさ、私後ろとかも全部スケルトンなの。はいはいはい、暗くないじゃん。はい、それとかも、あ、絶対こっちの方がかっこいい。おお。でもこれは旧型だから、はい、ドアがピーンって出ない。ああ、え、ドアがピーンって出るんですか。はい、これ新型だから。あ、ドアノブが。ああ、なるほどね。そうそう、出ますね、いつも。そう。でも最初の頃はその常に今閉まってるじゃん、はい、だから誰か迎えに行って乗っけるときに、はい、自分でこの解除のボタン押さな、外から開けてって言われるから。あ、ごめんごめんなれなかった最初は。最近ファスティングやったじゃん私。はい、だから肌の調子が良すぎてさ。え、またやったんですか。ね、昨日までの1週間やってた。あ、そうなんですか。そう。え、じゃあ食べてなかったんですか。食べてなかった。だから今日も、あ、え今日からは本当は食べれるんだけど、はい、お昼なんかトンテキだったから、はい、ちょっとまだ油もちょっと重いかなと思ってやめて、今日まではお味噌汁とかフルーツとかにした。ああ、え、今日って9？違うわ、11？あ、じゃあお正月明けて4からやった。ああ、え、じゃあ練習の時も食べてなかったんですか。食べてなかった。ああ、のでも断食3日間じゃん、はいはいはい、そこをなるべくオフになるようにはしたから。ああ、その時は大丈夫だったんだけど、意外とその体力面が断食終わった次の日の回復食1日目ってなるけど、その時の多分体力が落ちてて、はい、そこの練習が一番きつかった。あの、まずいおかゆ食べたんですか。いや、食べてない。あ、私酵素だけなしで、うん、でもその自粛の時がやったじゃん、はい、あの時がもう辛すぎて、はい、どうかなって思ったけど、今回も余裕すぎた。全然お腹減らんかったし、多分あの暇な時間、練習もあるからさ、はい、暇な時間、暇っていうか、うん、そうですよね。そう、気をそらせられるじゃん、はい、だから全然苦じゃなかったし、今もなんか、あ、食べたいってならんから、はい、あ、成功、今回成功したな。でもやったきっかけがやっぱバレエのパフォーマンスを上げるため、はい、やっぱ体重管理だったり、はい、外気休めてのコンディション上げるためだから、パフォーマンスが上がることにはやった意味はないんだけど。体重をやっぱちょっと落としたいなと思ったんですか。うん、やっぱ脂肪、体脂肪も多かったし、うん、体重も増えるに増えとったから、うん、ちょっと一回頑張ろうと思ってやって、4キロぐらい落ちたかな。おお、1週間で、うん、だから今は筋肉なるべくウエイト頑張って、うん、
バレーも頑張ってっていうところでございます。じゃあ昨日までだったから、ここから年明け、はい、成果が、はい、はい、今週、あ、オフ明け、明日、明後日、来週の試合からちょっと、はい、良くなってることを願いながら頑張りたいと思います。ここからね、ガンと4キロ持ちたら、まあね、何も食べてなかったから、うん、食べたらちょっとは戻るけど、まあ、全然違いますよね。違うね、全然違う。なんか顔すっきりしたねって言われた。へー。あと光に、あ、なんか自分自身肌の調子がすごい、はい、触った時に全然めっちゃ良くなったと思ったんだけど、はい、自分が触ったら分かってたけど、光に昨日見られただけで、なんかゆきさん肌にツヤ出てきましたねって、分かるって嬉しいですよね。そうテンション上がっちゃう。テンション上がった。デートっぽく逆光、超逆光やな。でも私さ、デートだったらこっちがいいんだけど。いや、そりゃそうですよね。それはそう。でも運転は好きだからいいんだけどね。デートなら運転してほしい。ですがね、助手席がいい。助手席がいい。今日はどこ行く、どこ行こうか。今日どこ行こうか、どこがいい。なんか島行きたい。なんかいい島ない？近くにいい島、ちょうど距離的にも、なんだろう、密に今の時期にいい島があるんだよ。本当に、あるんだよとか言わんしくない。いい島あるんよ。あるんよ。これから淡路島に行こうと思います。イエーイ。これまっすぐで行くかな。まっすぐです。淡路島何回くらい行った？私めっちゃ5、6回。あ、めっちゃでもないか。いいですよね。なんかグラムっていうパンケーキ屋さん、グラムでしたっけ、なんかふわふわなパンケーキ屋さん、うん、で、めっちゃ景色、見晴らしがいいところが淡路島に。幸せのパンケーキじゃなくて、 そうだそれ、幸せなパンケーキ、うん、あるよ。ありますよ。行きました。トリオで行った。あそこ行ってみたいと思って。めっちゃね、写真撮影ポイントがあって、はい、映えスポット。そう、映えスポットがあったんやけど、もう行列だから、うちら29歳がさ、そんなもういいよねって言ってやめて、でも並んでない。はい。待って、左に行きます。ブランコ？ブランコ？ブランコ。待って、ブランコ、ブランコ、ブランコ、こっちか、はい、は撮った写真。あ、ブランコに乗って、うん、あ、でもあのね、うちらあんまりこう柚子とかさ、はい、浜とかみたいに写真撮影うまくないからさ、はいはいはい、全然映えんかった。いや、映えって本当に難しい。難しい。光とかもさ、あのご飯の写真撮るすごいうまい、うんうん、やっぱね、あの爆発をこなさないと。ああ、やっぱそうなんよね。何回もやってやってやっと良くなる。出かけたら写真とか結構撮りますか？撮る。記念には残したい、思い出には残したいから。そうだね。でもみゆもりかも基本的に写真撮らんから、3人で出かけたら私が撮るけど、うん、私撮ってもらいたい人だから撮るけど撮ってもらいたいと思う。絶対あの二人撮らなそうですよね。絶対撮らんよ。で、送ってって言われる。あるある。 SNS もね、なんかちょっと楽しみたいなと思って。まあ、でも今コロナっていうのもあってさ、ちょっと乗せにくい環境ではあるよね。難しいですよね。別にいいんだろうけど、もしなったりしたらどうしようっていう。で、また自粛制限、緊急事態の制限も出たからさ、また一段と制限もかかって
誰かおるやろ一人でそんなん作んないよねみたいなそう言ってて、私だったら絶対うまいつ頼むとか言ってたけど、でも東京だったらさ、東京とか大阪はウーバーイーツめっちゃあるけどさ、明石とかってそんなないじゃん。なんかウーバーイーツ見てもピザハットとかさ、そうそう、だからこっちはそう作るしかないと思って、で私その酵素っていうのもあったから魚がヘルシーだなと思って、で魚類好きやし、うん、ちょうどいいと思ってブリ大根作るって言ったら渋いって言われた確かに渋いかな、渋い、前もさ、いいあのさ、ツイッターでバスケの石井さん、はいはいはい、となんかさ、どの料理を作ったみたいな感じで、うん、男子のね、そう、やった時もさ、ホッケだったから、いやいや、ほんとにホッケの開きだったから、それもまた渋かったなとは思う。魚結構作ってましたよね。うん、カレーの煮付けとか大好き。へえ、意外、意外っていうか、意外、そうなんだ。そう、いや、肉も好きなんだけど、なんだろう、魚は美味しいよね。もう、です。なんか走ってさ、はい、夜は夜でイルミネーション綺麗やし、はい、昼は、なんやろ、普通に景色綺麗だから、はい、今日はちょっとでも日差しがね、あんまり、そうですね、天気が曇ってる、うん、あれだけど、なんかテンションも上がるよね、うん、皆さんぜひ淡路島へ旅行などどうですか、私と、あ、私とどうですか運転は任せます相手が学生だったらじゃあ運転します学生さん休憩する？休憩しよっか疲れてない？疲れてないよ。でもね、今日練習でゲームしたんだゲームの後だから疲れたかもゲームの後来てくれたの？そうだよ、嬉しいあ、ここ入れる、ラッキー。ちょっと休憩して、はい、休憩します、戻りますはい、到着です。よし、じゃあスタートするときにまた OK。 寒い？寒い寒いよね、冷たいスタートしてないから今のあれよ、流しちゃいけんから、ね、いやでももうあの始まってるから、でもスタートってやってないもん。いやでもつか、絶対つか、スタートデートで、あ、はい、行きたいところ、うん、とかありますか？私遠いんだけど、あとね、ハウステンボスに彼氏と行きたいっていうのはずっと前からある。へえ、なんで？なんかレトロだし、はい、でも冬はイルミネーションすっごい綺麗な印象があって、はい、なんかイルミネーションだったらさ、菜花の里とかあるけど、はい、でもなんか昔からハウステンボス行きたいっていうのがあって、はい、そこは行ったことないね、だから誰とも。あ、まだ一回も行ったことないですか？行ったことない。あ、でもなんか撮ってんのいいなっていううん、そうそうそう、行ったことないけど行くときは彼氏と行きたいなっていうのがあるから。誘われてますよ皆さん、誰か私も彼氏候補いますかコメントにお願いしますお願いします。ハウステンボスか、なんか意外なとこ来ましたね。ほんと？じゃあ逆にこれはないわみたいな。え、これはないわ。なんかここ、じゃあ魚、魚っていうか水族館ありですか？ありだよ、全然あり。動物、あ、魚が、魚あ、大丈夫です多分。動物園はもう行ってないの、何年も。最後に行ったのが多分2013年の全日本でみんなで行っただけか、はい、選手みんなで。そう、あの北海道に行った時に旭山動物園、はいはいはい、旭川、なんか有名な、そうそうそう、とこありますよね。そう、あんまり知らないけど。へえ、
動物園いいね。でもなんかちょっとね、私はあんま動物園とか嫌です。なんで？なんか話すことなさそう。え、動物見ながらさ、あれなんかおかしくないとか言ったらいいんじゃないの？可愛いとかって。愛知に有名なゴリラいるの知ってる？ゴリラ？多分ゴリラだと思う。知らない。なんか泣き方がすごい独特で、はいはい、有名なゴリラ。いや、ちょっともう一回やってみて。違うかもしれんけど。違うか。誰か正解してますから。あのね、お母さんとお姉ちゃんが私の試合を愛知まで見に来た時の試合までの時間に行ってたんだけど、はい、動画送られてきて、なんかすごかった。名物らしいよ、その動物園の。調べてみよう。調べてみて。え、まあハウステンボスはちょっとなんかイベントっぽいじゃないですか、うん、旅行みたいになっちゃうと思うんですけど、うんうん、普通の週末とかだったらなんかしたいことあります？でも美味しいご飯を一緒に食べに行くぐらいでいいかな。あ、で、あとはもう家でゆっくりテレビを見ながら、うん、っていう空間が楽かな、うん、でも元々アウトドア派ではあるから、はい、じゃあ家にじっととかはもうあんまり好きじゃないですか？そうだね、一人ってなると出かけたいってなるけど、でももうさ、年々体とかさ疲労がきつくて、リーグ中とかはちょっともうスーパー、せめてスーパーだけってなるけど、うん、でも、うん、基本的には出かけたいかな。へえ。やっぱ若い頃に比べると全然違う。老いを感じますか？若い時は予定表が出たらすぐに予定を入れてた、埋めてたもん。ああ、休みのところの、うん、でも今それすると、はい、なんか申し訳ないけど、はい、ああ今日この人と行かないけんのか、疲れてるのにね。そう、なんかその人と会いたくないとかじゃなくて、もう体がしんどくて、うん、そういう気持ちになっちゃうから、うん、あ、それはなんか申し訳ないなと思ってあんまり予定を入れなくなって、うん、で一人でちょっとブラッとちょっとだけ買い物行こうかなぐらいの方が増えたかな、うん。スーパーは結構行きますか？うん、晩ご飯を自炊するってなったらけど、はい、でもそんな自炊も、え、でも今晩ご飯作ってるんですよね？うん、今は作ってるけど、そんな手の込んだ料理とかはしてないから、はい、作ってるなんて言えない。得意料理ありますか？ありません。30歳もうすぐですけど、あと半年もしないうちに30だけ。お、5月ですもんね。5月、もうちょっとか。どうですか？どうしよう。私ね、自分でもじゃないかもしれんけど、自分で中身はまだ23歳で止まっとるからさ。23、またなんか微妙な。本当に年々落ち着きはこう出てきたよ。うん、だけどなんだろうな、私はこう年上の人に甘えたいっていうのはあるから、はい、いつまでも、はい、だから自分が年取っていくのはちょっと嫌だな。確かにどんどんね、うう年上がいなくなって、そう、世話ってなるのが、世話お世話苦手。なんかだからさ、若い子たちとかも可愛いと思うんだけどさ、はい、そういうこうなんだろう、会話であったり、はい、なんか若い子たちをこううまく引き出すとかそういうのもできないから、うん、ご飯とか誘って行きたいなとは思うんだけど、絶対一人では行けないから、うん、誰かしらなんか 2,3 人とかで。でもゆきさんのイメージのその世話がどんな感じがあるんですけど、世話っていうか、なんかさ、私すごい気にしいなんよ、はい、多分気にせんでいいところまで気にして、はい、なんか私と一緒に寄って、はい、このなんか気使ってないかなとか、このせっかくのオフなのに楽しめとんかなとか、そこをすごい考えてしまう。ああ、相手が楽しんでくれてるかなって。そう、なるほど。だからそうね、なんかえ、楽
しくなさそうにされてるとかそういうことじゃなくて、うん、全然そんなんじゃない、全然そんなんじゃないんだけど、あーでもなんかちょっとわかるかも、楽しませたいって、うん、ねえ、せっかくオフだし楽しいと思いますけどね。そう、そう見てくれたんかな。でもそれ言ってくれるのミキだけだからねいや本当に気にしいみたいなこと言ってますけど、うん、なんか私はユキさんのなんかあんまり何も気にしてないところが好きですけどね待って、あでもそうだね、わが自由人だから気にしてないんだけど、後輩ってなったら気にするかもしれない、そういうところ。確かに、うん、先輩の方がねなんか気使ってやるのがちょっと当たり前っていうか、うん、そういう面ではミュとかすごいうまくやってるよね。だからなんか意外と前ミユから聞いたのは、はい、ヒズとか、はい、あかり、はい、なんかユキさんとかってどんな人なんですかって聞いてきたよみたいな。だから意外と気にしてるっていうか気にしてる、うん、気になってる、ね、気になってるけど、でも緊張するって言ってたって言ってるから、でもなんかミユには多分なんだろう、私緊張されやすい、私怖いかな、うん、でも練習中とかすごい怖い。やっぱそう、なんか私写真撮ってるじゃないですか、うん、ゆきさん全然笑わないから、うん、笑わんね、確かに私は笑ってる顔は結構撮りたいタイプだから、うん、ゆきさん笑わないから撮れないと思って、ゆきさん乗せてください、そうですよねゆきさん笑ってくださいって思ってあ私、うん、なんかって口癖？ゆきさん？うん、なんかってさっきすごい今パッと思った口癖です、はい、うーん、なんかねってまた言っちゃったけどなんでだろう、練習だって練習でさ笑う場面少なくない？あ試合ではさ楽しんでやったらいいけど、練習って追い込むところではあると思う。ああ、なるほど。ちょっと喋ってる時とかはね、笑ってるから、うん、まあ、無理に笑わなくても、うん、でも最近は試合でもあんま笑ってないってよく言われるあなんですか、でもなんか笑顔のね、実感してる、なんだっけ、なんかスーパースマイル石井ゆきみたいな。違うよ、スマイルボンバーでしょスマイルボンバースマイルボンバー、ファンの方が作ってくれた横断幕がスマイルボンバースマイルボンバーボンバーしちゃってる、うん、ありがたいよね、横断幕なんて作ってもらって。11年ずっと応援してくれとるファンとかっておるんかな。あ、なかなかおらんか、デビューしてからすぐ。そう、いや、いますっていう方いたらぜひぜひお願いします、コメント。もう11年ですよね。そうだよね、からレギュラーやらせてもらってるから、はい、9年、あ違うな、計算間違えた、8年か8年、うわ8年続けるってなかなか。でも練習は厳しかったなりに多分結果が残っとったじゃん、うん、優勝か準優勝だったから、はい、だから頑張れたんだと思う。やっぱ結果残んないときついなって、ね、もう去年と今季もそうやけどすごい実感するよね、うん、やっぱり勝ってね、勢いつくところもあるし、うん、勝って報われるところもあるし、うん、なんかフルセットの試合でさ、はい、勝つと負けるとでの疲労感も全然違うしさ。そうですよね、いけたか、言うてる間に到着しちゃいました。到着しました、皆さんじゃないか、私の彼女、彼氏かどういう設定なんかちょっと確かに間違えた。いや運転してるからちょっと今日男なんかなって勝手に思ったんだけど運転が男なんてそんな、運転してる女の人もいますから。そうだね、確かに。今日は楽しかった、楽しかった、楽しかった、楽しかったよまた行こうね、また行こう
じゃあ楽しかった、今日のライブ見てよかったって思った人はいいねボタングッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい終わりの合図やってみたかった YouTube ありがとうございました。